それ前じゃん。ハロー、こんにちは、リコです。リコエモチャンネルです。じゃあ今日はまずキーホルダーを作っていきます。で、使うのがこちら。これで作りたいと思います。どれがいいの？今はピンク。じゃあリコ紫。今ね、なんかこういうネームタグにこういうお名前のワッペンと模様を貼って、こういう好きなキーホルダーに作るっていうのが、まあ、韓国ですごく流行ってて、これね全部セリアなんですよ。でセリアで1枚110円で売ってて、これで770円で、どんな感じに作れるのか今からやっていきたいと思います。作るぞ。じゃあまずこれを開けていきます。本日、山ちゃんがね、まだ風邪治ってないっていうのと、まあ、お母さんちょっと花粉症で鼻声なんで許してください。結構しっかりしてるな。なんかしっかりしたあの素材のキーホルダーです。かわいい。軽いしね、めちゃめちゃ軽い。これ紐つけたらちょっと、うん、ね、かわいい。見せてハート。あ、なんかちょっとたまにこう汚れてるのとかもあるので、ちょっと気をつけて買うときに。汚れてない。まあでもこれね、隠せるから、ここにシール貼って隠せるから、これでまあやっていきましょう。グッドボタン押してね。じゃあまずそこにお名前のシールがあるんですけど、これね、こんだけの中に名前がね全部あれば100円で済むけど、ない人は本当2個も3個も、例えば何？同じ、リリとかだった、ののちゃん、ココちゃん、もう同じ名前が2個つく人は2枚買わなきゃいけないし、ジョージくんいないか。ジョージくんとかだったら、ほら、C2 点点でしょ？ C2 点点とジョ、ジョー、あ、やりましょう。そしたら、はい、じゃあ、うん、そう、まずね、お名前からじゃあやりましょう。え、すごいじゃん、これ。すごい、もう取れるようになってるの。エマちゃん、自分の名前はどれですか？こっちじゃない、上の方。うん、そう、じゃあ貼って。マーは？マーチチム。見て。おー、マーチルミ。そうそう、マーチル。真ん中でいいの？そうそう、横もできるし。今も。あ、それ前じゃん。いいよ。いいよ。じゃあお名前はもうできたね。お母さんはさ、ここに名前がないんですよ。なので、ちょっと違う文字をちょっと当てはめていこうと思ってます。あとでね。ここに、こういうね、ワッペンとかつけてもいいんですけど、ちょっとこれ薄めの、シールタイプだったんで貼りやすいかなと思って、今回はこれを貼ってきました。あ、いいじゃん、これ斜めにしたんだね。斜めに変えたら、剥がせるからさ、何回もさ、そのちょっと今度こっち貼ってみて、あ、違うなと思ったらやり替えてもいいよね。これを、うん、そう。じゃあまず貼っていきましょう。じゃあハート、うん、ハートを貼っていこう。赤のハート、どこら辺がいいかな。止めるよ。ほんとだ。うん、こうやって、うん、この猫が、じゃあ猫、猫ほら大きいのから貼っていかないと場所がね。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、エマちゃん、どれ貼ろう？大きいのから貼っていこうね。え、アイスがいい。あ、アイスがいい。いいよ。食べて、うさぎ。うさぎがアイス食べてる。うん、じゃあね、なんとか作ったみたいなので、これをアイロン今から当てていきたいと思います。
そしたらできたやつを、はい、見せてください。お母さんは残ってるやつでお寿司にしました。お寿司さん、お寿司さんキーホルダーと、うん、キーホルダーです。そんな感じでできました。みんなも作ってみてね。これどこにつけようかな、カバンにつけようかな。よかったよかった。ランドセルつける？そうしようか。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録押してね。